自分の時まだできてなかった。はい、なるほど、うん、はい、じゃあブローし乾かしますね。で帰りはね、はい、あのバス乗ったり電車乗ったり来てね、はい、あの帰るからは迎え来るのに言うって聞いたから降りちゃって、はーい、来ないのって寝たら降りちゃうだろう。ああ、そうだね。だから、そうね、だから大変だもんね。ほんと昔泊まったとこだってさ、はい、学生園泊まったでしょ、はい、あっちに下がってくるんだろうって言うよ。そうなんだ。何でおいでやるのにそこで聞いて休みって言ったんだよ。昔学生時代行ったからね。今はね、学生時代は行ったんですよ。みんな変わっちゃうもんね。もう変わりすぎちゃうでしょ。そうね。そうだよ。でも宿はインターネットでしたら気に入ったんだっていう。あ、そうなん。うん、それでね、あそこに草津のバス停のとこにさ案内があるでしょ、はい、あそこ言ったら分かった分かったんで、はい、こうやってずーっと下の方行ったらね、あっちの方はね落選って言うんだっけ、うん、あっちの方見てるだったよ、下がっていったよ。あ、そうなん。うん、山の中、へえ、ここだよな。はいはい。そしたら向かいが出てたら、ね、うん、とあの駅じゃというよりさ、バス停のとこに来ててくれやいけどさ、うん、だから、ね、自分家のとこで駐車のとこで待ってんじゃの。そうか、それじゃちょっとね、そう、勝手が違うか。勝手が違う。まずいよじゃなかったよ。はぁ、懲りたなんつってるわね、うん、で帰るときはどうして行ったんったら、もう懲りたよ。乗ったり降りたり、ほら。そうだ。で、バスは長いこと長奈良まで来るのにさ、大変だよ。乗るんじゃない。そうだよ、長い時間。俺もかなね、行くときはうちの車でさ、渋川から送ってきたんだからさ、簡単だけど、簡単だ、楽だ、乗ってりゃいいのもね。そうだ、おう、それはそうだ。ほいで今度伊香保も行ったんだよ。伊香保はまあ良かったっすけど。なるほど。伊香保も止めてもらって、うん、なかなかね、昔と今は違うから、はい、そうだよね、うん。